皆さんこんにちは、ひこです、今日は皆さんからいただいたお悩みにお答えするお悩み相談室のコーナーです。お悩みは現在オンラインサロンで募集しております。月額999円のオンラインサロンプラネットでは毎週1回皆さんと交流型のライブをしております。そこで皆さんから直接私に質問だったりとかお悩み相談をしていただいてたくさんお答えしています。みんなでこうテーマを決めて毎週お話しするっていうのをやっておりますので、ぜひ私に何か聞きたいことがある方はそちら の, あのサロンライブの方で聞いていただくこともできますので、ご興味のある方は概要欄に URL が貼ってありますので、そちらからチェックしてみてください。というわけで、本日もいただいたお悩み早速ご紹介していきたいと思います。ニックネームララさんです。キコさんいつもありがとうございます。私の母は2年前に他界していますが、老いたちなど大変だったようで、神経症や統合失調症の傾向があったと思います。生前は私は褒められた記憶はほとんどないですし、けなされたり八つ当たりされたり、そんなことばかりが思い出されます。母に褒めてほしくて愛されていると実感したくて、必死になっても叶わなかったと思ってしまいます。霊能者の人に聞いてみても、母は晩年に認知症になったせいか生前のことを覚えていないと言われてしまう始末です。あとは自分で自分を認めていくしかないのでしょうが、それもうまくいってません。母に認めてほしかった、褒めてほしかった、この思いはどうやって解消したらいいでしょうか、よろしくお願いします、ということです。はい、ララさんご質問ありがとうございます。それでは早速お答えしていきたいと思います。はい、こういった親子関係 の, あのトラウマというか、愛されたかったっていう気持ちって、大なり小なり誰でもあるものだとは思うんですけど、やっぱりそれがすごく強烈な傷になっている方、一度も褒められたことがないとか、一度も抱きしめられたことがないとか、やっぱりね、深い傷になっていることが多いんですよね。で、こういった、これ親子関係だけに関わらずなんですけど、過去にこの人に愛されたかったとか、この時こんな風にしてほしかった、もしくはしてほしくなかった、これだけは嫌だったのにみたいなことがあって、それをもう今更どうやって解消していいかわからないっていうことってあると思うんですよね。で、これがわかりやすく毒親みたいな感じで、虐待を受けていたりとか、親から愛されなかったっていうネグレクトとかね、そういう方もいらっしゃれば、別に親が悪気があるとかではないんだけど、例えばその嫌だけど離婚することになってしまって、大好きだったお父さんに会えなくなっちゃったとか、そういったパターンだったりね、いろいろあると思うんですよ。兄弟がちょっと障害があって、親がそれにつきっきりで、頭ではわかるけど私だったらされたかったよとか、なんかそういう話ってよく聞くんですよね。で、そういうこと全般に、全てのことに共通して言える解決方法になるかなと思いますので、ちょっと心当たりがある方は、過去のもう今更どうしていいかわからないけど傷が残っているとか、ちょっとトラウマになっているっていうこと、満たされてない部分があるなって思う方は、ぜひこの動画最後まで見ていただければなと思います。はい、で、こういった場合どうすればいいかっていうことなんですけど、やっぱりね、感情っていうのは消化しない限りね、ずっと残っているんですよ。で、それを相手にやってもらおうと思うと、感情の消化ってされないんですよね。で、特に、もう今更ご両親に言おうと思っても、もうご両親が例えば他界しているとか、物理的に会うのが難しい相手ってあると思うんですよ。会ってもまともに話ができないっていう場合もあるし、相手がね、親とかじゃなくて、親とかの場合もあるかもしれないけど、どこに住んでるかもわからないとか、いろんな理由があってできない時ってあると思うんですよね。で、感情だけ残っちゃうじゃないですか。で、この感情をどうするかっていうことなんですけど、やっぱりそれは感じてあげるっていうことでしかクリアできないんですね。で、感じるっていうのをやっぱりしたくないからこう封印してきたわけなんですけど、それがトラウマっていう名前になったり、ブロックっていう名前になったりして、こうやって大人になって何年経っても引きずってしまうんですけど、もうこれ繰り返し繰り返しこう思い出しては嫌な思いするのもうやめたいなとか、なんとかもうこの思い断ち切りたいなっていうふうに思えたらでいいです。思えたらこうこれをやってほしいんですけど、思えなかったらまだそのタイミングじゃないので、やらなくていいんですけど、なんかもう嫌だなって、変わりたいなそろそろって思うとしたら、やっぱりね、その感情を追体験してあげるっていうことなんですね。その時のことをもうこうありありとイメージしてみる、思い出してみる、イメージの中でね、もう一回それを体験することを追体験っていうふうに言うんですけど、やっぱりこれくらい強烈な思い出だと
思い出すだけで悲しくなったりイライラしたりまた傷ついたりすると思うんですね。だからすごく嫌だなって思うかもしれないんですけど、これは新たに傷が増えているわけではなくって、腕とか傷ついちゃってかさぶたぐらいの時に、まあ、なんかそこに塩水ついたら痛いじゃないですか、またあの染みるみたいな、そういうことが起こっているだけなので、新しく傷が増えているわけではないんですね。だからあのそれを感じちゃっても別に傷がどんどん増えていくわけではないので、まず一つ安心してほしいなっていうのと、でそれを思い返して、で本当にその時の傷をもうありありと傷ついた自分をもう本当に今まさに起こっているかぐらいリアルに思い出した方が、イメージをした方がいいんですね。ちょっとしんどいかもしれないんですけど、あのまず前提として自分はもう今その当時の自分と違って安心安全の場所にはいるわけじゃないですか。お母さんもあの近くにいるわけではない、ましてやもう亡くなっている。だからそのことを思い出したとしてもまた物理的に傷が増えるわけではないし、何かが起こるわけではないんですね。その時にすごく傷ついた感情だったり苦しさとか怒りとか悲しみっていうものを感じきらずに抱えてきたからここまで長引いちゃってるんですね。感情は感じきったら終わるので、それをもう一回あの引っ張り出してでも感じてみましょうっていうのが、まあ、追体験なんですけど、でだからね、そのお母さんとの思い出、ララさんの場合もいろいろあると思うんだけど、特に一番印象的だった部分をこうリアルにイメージしてもらって、でその時にあの思い出すと涙が出たりとか怒りが湧いたりとかすると思うんですけど、それをもう一回やってもらうんですね。であのそれをやって何回も何回も、もしかしたら1回じゃ済まないかもしれないです。何回も何回もやって、あの悲しみが出る時もあれば怒りが出る時もあるかもしれないけど、それをやっていくとあのだんだんスッキリしてくるんですよ、感情って本当なんかこう出し切ったら終わるので。で、まあ、深いネガティブな体験、深い悲しみとかはやっぱり1回じゃ全部感じきれないので何回も何回もやるんですけど、でそれをそのイメージの中で感じきって、でノートに書いた方があのいい方はノートに書いてもらって、一番おすすめは声に出すことですね。声に出してその時お母さん、まあ、相手に言いたかったことを言う。なんでこれね、ぜひカラオケボックスとかそういう声を出せるところで、結構もう怒鳴ったりとかしてもいいところでやってもらうのが一番いいんですけど、なんでこの時こんなことしたのとか、こうして欲しかったのにとか、ひどいとか、そういうことを全部今本当にまさに自分がその時のシーンにいるかのようにそこで感じきるっていうのをやってもらうと、このワーク結構有効で、これやっていくと別に何かもあの出来事が解決したわけじゃないし、お母さんが変わったわけでもないんだけど、感じ方が変わってくるんですよ。そうで、これをやっていって、まずはこの段階がワンステップ目がこれなんですね。でこれを全部出していくとちょっとスッキリしてきて、ちょっとね、こう物事をフラットに見れるようになってくるんですよ。それまではもうあのお母さんひどいみたいな感じになってたかもしれないんですけど、なんで愛してくれなかったのみたいな、けどあのいい意味でフラットに見えてきて、まあ、お母さんもこういう事情があったんだよねとか、なんか自分もこうやって言えばよかったのにあの時言えなかったんだなとか、なんかちょっと客観的に物事が見れるようになってくるんですね。でここですごく注意してほしいのは、客観的に見ることが素晴らしいから早くこの段階に行きましょうっていう話じゃないので、あの絶対勘違いしてほしくないのは、その感情を感じる前に、あ早くフラットになった方がいいんだって言って、感じてもないのになんかちょっとこう達観してる風になって、なんか あの時お母さんもいろいろ事情があったのよみたいにやると、これ良くないんですよ。なぜならこれをやることによって感情にまた蓋をしてしまうからなんですね。で大事なのは感情を出し切ると勝手に見え方が変わってきますよっていうことなんで、わざわざこの考え方にしましょうっていう話ではないんですよ。そうだからこれだけは絶対勘違いしないでほしいんですけど、でこれをやっていって、でも感情出してスッキリして、で見方が変わってきて、でちょっとね受け止め方とか感じ方が変わってくると思うんですね。でプラスここからちょっと大事な話しますけど、あのやっぱりとはいえあのすごく辛かった、愛してほしかったっていう気持ちが強いと、まあ、これ親だけじゃなくて、例えば別れた恋人とかね、いろんなあの相手があると思いますけど、で私自身もあのそういうふうに思うことがいっぱいあったし、今でも消化でききってないこともあるんですよね、親との関係の間とかで。でララさんが、まあ、今回ねご質問いただいた内容としては、母に認めてほしかった、褒めてほしかった、これどうしたらいいんですかっていうことじゃないですか。でいくらフラットに見られたからといって、で褒めてもらってるわけじゃないし認めてもらったわけじゃないしっていうのは、やっぱちょっとね残って
ちゃうと思うんですね。まあこれグラデーションなんですよね。何回も何回も追体験することで本当に消えていくんだけど、じゃあ100あったこの愛されたかった、認められたかったっていうのが、この追体験をするっていうワークをして、半分ぐらい50ぐらいに減っていくとするじゃないですか。で、50ぐらい減っていくと、まあ100の時の私とはかなり感じ方が変わってくるので、あ、よかったなって思う反面、でも、とはいえやっぱ認められたかったよとか褒めて欲しかったよっていう、なんならこうその悲しみとか怒りの奥で溜めていた言いたかったことが余計に出てきちゃうっていうフェーズもあるんですね。これ最終的にはなくなるけど、そういうフェーズもあるので、で結構こういう自分と向き合うとか掘り下げとか、なんかこういう感情の解放ワークとかをされる方が一回通る道だと思うんですけど、こんなに解放したのにやっぱり褒めて欲しかったっていう気持ちが消えませんとか、見ても認めて欲しかった、この気持ちは一体どうしたらいいんですか、だって認められてないんですよっていう風になりがちなんですよ。で私もねやっぱねそういうのがあるのですっごい気持ちわかるんですけど、そう、それでその時に結局はもう結論言うと、これってまあその相手に褒めてもらったり認めてもらうことも不可能じゃないですか。だから相手がもういらっしゃらない、相手からそれをやってもらうことは不可能っていうことは、それ以外の解決策をやっていかないといけないんですね。でそれがあるんですよ、ちゃんとあるんですよ。で何かというと、自分がそれを自分にやってあげる、褒めてあげるとか認めてあげるっていうことを自分がやっていくっていうことなんですね。でこれをもしかしたら難しく感じる方もいらっしゃるかもしれないけど、でも溜め込んできた感情を出すとか、そういうことがもう自分を認めるっていうことにつながってきてるんですね。で自分を認める、でその次に自分を褒めてあげるっていうことを自分が自分にやっていくと、些細なことからでもいいのでやっていくと、お母さんみたいな人に出会えるんですよ。しかも当時の嫌な記憶の中のお母さんじゃなくて、こういうお母さんにこうやって褒めて欲しかったなとか、こうやって認めて欲しかったなっていう人に出会えるんですね。これ本当に不思議で、自分が自分にそれをやってあげてるとできるようになってくると、そういう人が現れるんですよ。でそれは見た目がお母さんに似てるとかっていうことじゃなくて、なんかあ、私にとってこの人はなんか第二のお母さんだなって、でしかも自分のお母さんよりも安心して本当に親子のように心が開けるっていう人が出てきたりするんですよ。もしかしたらもう性別すら違うかもしれないですし、年下かもしれないけど、そういう人が、ね、出てくるんですね。でこれで結構お母さんとの間で満たされなかった感情とか関係の構築っていうのを、その人との間で結び直すことで、すごく魂が満足するっていうことがあるんですね。そうで、私もなんかこの自分を認めるとか自分を褒めてあげるとか、まあ、掘り下げをしまくってめちゃくちゃやっていた時に、1年後とかかなにお母さんと思えるような人との出会いがあって、で、まあ、その方が私のスピリチュアル能力とかもすごく認めてくださって、その方のおかげでね、本当に私は自分の人間としての生き方もそうだし、自分のスピリチュアル能力にもすごく自信が持てたり、 YouTube の発信とかもやろうっていう勇気を出せたりとかしたんですよ。で今でも本当に何か悩んだ時にお母さんのように話を聞いてくださるという方がいて、でさらにこの自分のを認めるとか自分を愛するとか、親にやってほしかったこと、こういうことあったなとかっていうのを掘り下げをしていったら、今度自分のお父さんみたいな人に出会ったんですよ。そうだから今は私は両親まだいますけど、でも親子って相性とかもあるので、必ずしも自分がこうして欲しかったって思うように愛してくれないことのが多いんですよね。だからそれは、まあ、ご両親が今ご健在だとしても叶わない時ってあるじゃないですか。うちの親にはもう絶対無理っていう場合もあると思うんですね。で私の場合はやっぱり結構そっちなので、まあ、それはもう性格とかもあるし、結構そのなんかすごくシャイで恥ずかしいから、まあ、ハグはしてくれないだろうなとか、なんか伝えたところで伝わらないなとかあるんですけど、やっぱその自分が自分を認めるとか褒めるとか愛するっていうことをやっていったら、お母さんみたいな人とお父さんみたいな人に出会うことができたんですね。で本当に私はそのお二人のおかげでこうやって自分自身もすごくこう変わったし、こうやって人前で話すっていうくらいの自信というか、まあ、自己肯定感をつけさせてもらったっていう感じなんですね。でもこれは何もやってなかったら多分出会えてなかっただろうなって思うんです。やっぱりこう掘り下げとか、自分が自分を愛する、大切にする、認める、褒めるっていうことを先にやったら
現実世界にそういう方とのご縁ができたって感じなんですよ。だから自分でさ、自分のこと認めたり褒めてる時ってちょっと虚しいなみたいな気持ちになっちゃうかもしれないんですけど、あ、本当親にやってもらいたかったのになとか、なんか思うと思うんですよ。なんか、これパートナーからやってほしかったんだけどなとかあると思うんだけど、まあそう思わずちょっと愚直にねやっていくと、本当にそういう人がね現れてくるんですよ。だからお父さんみたいな人、お母さんみたいな人の時もあるし、理想のパートナーの場合もあるし、こうやっぱり自分が自分を扱っているのと同じように扱ってくれる人が現実世界に出てくるんですよ。まあ、それが引き寄せの法則なので、まずはやっぱり自分先行なんですよね。でただやっぱりその相手にすごい恨みつらみがあったりとか、とてもじゃないけど私自分のことを褒めるとか好きになるとか無理ですっていう段階の時は、最初に言ったようにまだまだ感情を解放しできてない、感情の解放からやるっていう、そういうタイミングなので、まずやっぱ段階があって感情を全部出していく、追体験をしてどんどん感じていくっていうことをやって、その先で掘り下げをして自分がやってほしかったことを自分で自分にしてあげる、自分を自分が望む形で扱ってあげるということをすると、本当にそうやって扱ってくれる人との出会いがあるっていう流れなんですね。でこれやっぱりこう段階があるし、時間もちょっとかかったりする時もあるので、なんかこれやってて意味あるのかなとか、なんで私こんなことばっかりなきゃいけないんだろう、追体験きついなとかって思うタイミングがあるかもしれないんですけど、この流れ、この原則知ってたらちょっと頑張れません？なんかこれやってたらこういう人に出会えるんだって思いながら、やっていったらいつか変われるんだって思いながらやると、私はちょっとね、なんか追体験何回もやってまたこれやるのみたいに思った時もなんかちょっとね、こうそれが乗り越えられたりするので、ぜひ、まあ、この原則を覚えておいていただいて、そういうお母さんとの直接何かやってもらうわけじゃなくても、そういう風に満たしてもらうことがまだこの人生の先で起こるかもしれないんだっていう希望を持ってもらうことで乗り越えられることもあると思うので、ぜひ覚えておいていただけたらなというふうに思います。はい、というわけで今日はこれにて解決。ララさん、ご質問いただきましてありがとうございました。はい、それでは最後にねお知らせなんですけども、私の、3冊目の新刊が、4月の20日に、発売されます。タイトルが全部叶う新しい私の教科書ということで、潜在意識についての、一冊になっています。今日お話ししたように、こう追体験をして感情を出して掘り下げしてとか、まあ、こういう話がすごくいっぱい書いてあるんですけど、で結局こうなんかブロック、掘り下げしてブロック見つけてバンジーして潜在意識を変えていくっていうことで、現実が全部変わっていくんですよ。そういうお父さんお母さんみたいな人に出会えたりとかっていうのも全部潜在意識を変えたからこそ起こったことなんですけど、でこれってやっぱりこうなんかパターンがいろいろあって、で私はかなりこう潜在意識の研究オタクなんで、いろんなパターンを自分でも試したし、クライアントさんでもそういう事例を見て、あ、やっぱそうなんだなって思うことだったりたくさんあるんですけど、これを知らずにこれいつ終わるんだろうって思いながら追体験とかブロックとか、ブロック、掘り下げとかバンジーとかするのと、あ、こういう仕組みで今私はこの段階にいるから掘り下げが必要なのねとか、ちょっと大変だけどこういう未来があるらしいからバンジー頑張ってみようとかって、こうやっぱこう仕組みを知ってると頑張れる時ってあると思うんですよ。だからそういう風に使ってほしいなと思うし、この場合どうしたらいいんだろうみたいなのがすごくケースごとに書いてあるので、なんか困った時にとりあえずこの本見ようっていうバイブルみたいな一冊になったらいいなと思って作りました。はい、ぜひ皆さんの人生とか、まあ、目の前の悩みだったり人生を変えるっていうことにすごく役立つ一冊になってると思いますので、ぜひぜひそちらお手に取っていただけると嬉しいです。はい、というわけで、今日の動画はここまでです。この動画がちょっとでも面白いよとか参考になったよっていう方は、ぜひチャンネル登録と、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。キコでした。バイバイ。